これはピンク、ピンクです。うん、あの中音の時にいい感じになるように、あの濃いめにお願いしますって言ったらめっちゃ濃く入ったでもね、1週間で抜けちゃうんだって。すぐ抜けちゃうらしい。だからこ今だけで怒んない、こんなに派手なの寂しいけど。なんか変に3人に対して向ける、なんて言うんだろう、こう引っ張っていかなきゃとか、こっちだよって指し示すんじゃなくて、うちらは堂々と今まで歩んでた道を歩いてればいいんだろうなって思えたというか、今までやってきたことを普通に今まで通りやって、そこにこう3人が何か感じてくれてついてきてくれる形がやっぱり一番いいのかなって。なんか6人はやっぱ戦闘モードというか、そういうがこうなんだ、オラオラしてる時って言ったらいいのかな、まあこう前向いてる時のみんながやっぱ一番かっこいいなって思うから、こう変に横をこう気にしたり、後ろって言ったら3人に失礼かもしれないけど、後ろを気にしたりしてると私たちの良さはなくなっちゃうから、もう3人のことを信じて堂々と私たちはというか私は前に進んでいくことが正解なんだなっていうのは今日2部やって思ったかな。言われたのと全部同じので、さらに追加で言われちゃってるから、この間の時間が超無駄なの。みんなも一緒にやってくれてるだから、無駄な時間作んないようにお願いね。はい、一回言われたことができるようにならないと、まだ芸能人としてやっていけないから、他の現場行った時も一回言われたことできないと、もうすっぱりクビって言われちゃうのが当たり前だから、はい、アイドルとかじゃなくてタレントやりたいんだったら絶対一回言われたら絶対一回でできるよ。でもできない時は聞いて、わからないので教えてください。毎回はいって言うけど、返事も大事だけど、わかんない時はわかりませんってちゃんと言う。それで一個ずつできるようになってた方がいいと思う。はい、ありがとうございます。見て、これは撮っといた方がいいよ。これ撮っといた方がいい。あやちゃんはここだよ。そうだよ。あやちゃん先頭で後ろこうやってこう支えて、あやちゃんを支えて